させていただきます。普段私たちいつも一緒にやってるわけじゃないんで、まあ成り行きで演奏してますが、キャノミゾクスナの大将がアルコール飲んじゃったので、まあどうなるか。1曲目は私の青空マイブルーヘブンで、thank you.
にぎにぎしく始めさせていただきました。次にですね、今日友人が遊びに来てくれてて、踊り子さんです。じゃあ大西さんスタンバイお願いします。場所大丈夫ですか？大丈夫です。やる曲はシャンソンで有名なラフール日本語のタイトルは群衆っていう曲なんですが、発音が正しいのかどうか分かりません。ラフール群衆、後で確認します。Thank you.
度拍手お願いします。はい、9点の間にこの2曲までは考えたんですが、3曲目何やりますか。バイオリン、thank you.
山さんがですね、たまにはスロビトに勝ちたいということで、今日鍵盤ハーモニカを持っているんで、一曲やっていただきましょう。ブルーモスさん。じゃあ、前に出てください。そんな前じゃない。ボルサにします。
出てやるということで、もう満足したでしょう。あとはじゃあ裏方でしっかり働いてください。少しリズミックな曲が続いたので、坪地さん、ちょっとスローめの曲を。
コミーサンダーっていう曲やります。いきなり、ラブミーサンダーってこうエルビス・プレスリーが歌った曲なんですが、ご存知でしょうか。はい、ご存知です。似たような曲ですか。
とうございます。こっちは楽しんでるんですが、皆さん楽しんでますでしょうか。夜も更けてきましたので、そろそろ最後の曲、メジロにしようかな。ここの位置を前に置いておきますので、気が向いた方がいたら、入れていただければありがたい。最近コードが怪しいから、いや見ない見ない。
じゃあこの曲途中で、皆さんで、この拍手とか、あ、拍手というか手拍子、私に合わせて、手拍子するようにしてください。分かりやすいですので、手拍子が始まったらブレイクで、あ、ブレイクというか、まあまあまあやってみてわかるし。Thank you.